高温寺は愛知県豊田市にある新州大谷派の寺院。鎌倉時代初期に欧州に落ち延びた源義経に侵入するため、紀州熊野より発した鈴木七郎江前が三河八木駅に至る時に足室にかかり、そこにて休養中に義経生涯の法を受け、出家。その後欧州に下り、主従戦士の後を戸村以来帰ろ。 三河の里人の子馬マっサナゲ山に熊の権限を勘定して仕えた。その善網の三男のおも,もとをこの寺の初代としているが、回帰は善網とされている。そのため、三河鈴木氏と縁が深く、三号が鈴木山になっている。鈴見手倉門光恩寺使をしかし、回帰が文治四年であり、この頃までに一定の基盤を築いていたことになる。吉経が、 欧州衣川間において自害したのが、文治5年うるー4月30日であるので、蒸気伝承との整合性が疑わしくなる。鎌倉側の包囲網のため義経に追従を断念して、この地方に土着した。または、兵士を最国にて討伐した公により、鎌倉勢力よりこの地に所領を授けられたと考えるのが妥当であろう。解散当初は、天台宗の寺であったが、 領郷の時、浄土新州に改修した。天保年間、領館の時に、現在の本堂に改築された。この頃、三河古河壁海軍の生誕藩とのつながりから、紫幕及び屋根瓦に、本けの立ち青い門の使用を許されている。安政年間より、明治5年までの間、領館による寺子や、呉れ築園が開かれていた。その後、 昭和に入り保育園を経営していた時期もある。平成3年、両厚市により、本堂の大改修が行われ現在に至る。本尊の阿弥陀如来は、縁人と伝えられている。ありがとうございます。